こんにちは、南雲と慶天です。今日も昨日の、ブログの YouTube 版を撮っていきたいと思います。昨日のブログには、日月 と、お休みをいただいて、神奈川県藤沢市の友達のところに飲みに行ってきました。藤沢でまず僕焼き鳥とか好きだったので、彼が、藤沢の駅前の鳥メロっていうところに連れてってくれて、で僕の好きな皮と砂肝を食べたりとか、エクストラコールドっていう朝日のエクストラコールドっていうのが好きなので、それを飲んで、楽しくお話をしたりして、で2軒目は、僕がその泊まるホテルのすぐ隣に沖縄料理店があったので、沖縄料理屋さんに行って、沖縄のものをちょっとつまんだり、それからオリオンビール飲んだりして、で締めに沖縄そば食べて、で爆睡して、で次の月曜日こちらへ帰る前に二郎が近くにあるっていうんで、ラーメン二郎に行ってたらふく食べて帰ってきて、ほんとあのクーネル遊ぶという大昔のあのコマーシャルのようなことをやってきました。で今日、火曜日からまた一生懸命お仕事やってますということで、また時計の豆知識というかを一つこうお話ししたいと思います。最近では手巻きの腕時計って非常に少ないんですけども、手巻きの時計、例えば日曜日今日、朝から夕方までしか使わないからゼンマイ全部巻いて切れたら怖いなっていうことでちょっとしか巻かない人がいるんですけど、それはダメです。手巻き時計はちゃんと巻き止まるまで全部巻いて時刻合わせをして使ってほしいです。手巻きの時計、あとね、うちではタスクメーターという、あのなんていうのかな、ブルトーザーとかそういう除雪のすごいでっかいあの除雪車とかそういうのをつけて、何時間働いたかっていうのを調べる装置があるんですけども、それってこう手巻きのゼンマイ時計だったりするんですけども、そういう手巻きのゼンマイ時計はしっかり巻き止まるまで全部巻いて使ってください。よろしくお願いします。